こんにちは、ファステクです。今日はイージーサーボの適用事例をご紹介いたします。はじめは LC ディスペンサー装置です。LC はリキッド・クリスタル、つまり液晶を意味します。テレビ、モニター等に使用される LCD パネルを作るためには、2つのグラスが必要です。左の TFT パネルと右のカラーフィルターです。TFT パネルには一定量の液晶をこのように落とします。カラーフィルターにはご覧のように接着剤を塗布します。そしてこのパネルに液晶を落とした部分を右のカラーフィルタと相比します。相比された時、TFT はこの部分であり、カラーフィルタはここ。これが接着剤であり、この赤い部分が液晶です。そして相比するとこの液晶がパッと広がります。例えばテレビのパネルを手で押すと、すなわち液晶を押した時に押した部分の色が変わります。色が変わる理由は液晶が液体であるため、押した時に液晶が他のところに逃げて押した部分の液晶量が変わって色が変わるということです。この液晶量が一定するにはこの一滴が一定する必要があります。つまり、この液晶一滴をどれだけ精密で均一に、すなわち定量でディスペンシングすることにより LCD パネルの色の品質が決められる非常に重要な工程であることです。なので、この装置には液晶ディスペンシングの精度を上げるためにイージーサーボで最も精度が高い 32000PPR のエンコーダを適用しました。もしこの液晶ディスペンシングに5層モータや他社のクローズドループステッピングモータを適用すると、位置精度が一定していないので、液晶の一定量ディスペンシングが不可能なので、この装置には適用できません。また、パネルとカラーフィルターを相比するために、カラーフィルターにもこのように接着剤が一定して均一に塗布されるべきです。もしこの接着剤がご覧のようにここは多く塗布され、ここには少なく塗布されると、塗布された部分が直線ではなく、蛇のように曲がりくねった様子になります。こうなると、液晶が置かれる面積が変わって、面積が変われば量が変わり、量が変われば色が変わるようになるということです。つまり、一定の液晶ディスペンシング、接着剤の均一塗布が LCD の色の品質を上げるキーポイントとなります。結論から言いますと、従来はこの液晶をディスペンシングするとき、AC サーボを使いました。この液晶一滴を落とすために、モーターシャフトの立場から見れば、高速端ピッチで移動する必要があります。しかし、この時、サーボを使えば、オーバーシュートが発生する可能性が高いです。オーバーシュートが発生し、液晶量が一定にディスペンシングされず、エンジニアが毎回ゲインチューニングをするしかなくなって、煩わしく手間がかかる作業が続きました。しかし、弊社のイージーサーボを使えば、もちろんステップモータもオーバーシュートが発生しますが、サーボに比べて発生頻度数が相対的に少ないです。また、ゲイン調整も必要ありません。一方、サーボはオーバーシュートがステップより多く発生し、ゲイン調整に応じて変化するので、イージーサーボが適用できるように顧客に提案しましたが、サーボができないのに、ステップができるはずがないという顧客の一般的な認識のせいで、実際、エンジニアがサーボを置き換えて、イージーサーボに適用してテストするまで1年がかかりました。これが液晶ディスペンサです。イージーサーボをテストする機会を得るのに1年もかかりましたが、エンジニアがイージーサーボをテストした後からは、全装置に取り付けられた AC サーボを一気にイージーサーボに置き換えることができました。先ほどカラーフィルターに接着剤を一定に塗布しなければならないということをご説明しましたが、この時
レーザーセンサーを使ってフィルターとディスペンシングノズルの間のギャップ、すなわち距離を一定にするギャップコントロールが必要です。写真に見えるのがレーザーセンサーを使ってノズルとフィルターとのギャップを制御する装置です。接着剤を一定量塗布するためにはカラーフィルターとノズルの間の距離が常に一定しなければなりません。すなわちノズルとフィルターの距離を一定にするギャップコントロールが必要なため、この部分に高価なレーザーセンサーが適用されています。フィルターは一見では平面に見えますが曲がっています。ノズルが曲がっているフィルターとの高さを常に維持しながら、その間隔を持って接着剤を塗布しますが、その間のギャップが50ミクロンです。例えばノズルとフィルターの距離が100ミクロン離れていれば、50ミクロンを1回に移動するということです。この間隔が50ミクロンで一定していなければ、もし距離が遠く離れていて上から塗布すると接着剤が少なく塗布されるものであり、間近で塗布すると多く塗布されるはずです。つまりこの接着剤を均一に塗布するためにノズルとフィルターの間の距離を常に一定にすることです。例えば50ミクロンのギャップ維持が目標だとしたら、60ミクロン離れていると10ミクロンをダウンする指令を与えることになります。このように指令を与えてた時、維持サーボは10ミクロンを正確に移動します。また40ミクロン離れていると10ミクロンをアップする必要があるため、モータの方向が変わらなきゃならないです。この時も維持サーボは正確に10ミクロンだけアップして移動します。しかし5小モータや他社クローズドループステッピングモータの場合には、位置精度とロストモーションが悪いので10ミクロンを正確に行く時もあり、行かない時もあるので均一塗布が不可能ということです。サーボの場合にはもちろん位置精度とロストモーションはいいですが、オーバーシュートが発生する可能性が高いため、もしオーバーシュートが発生してモータが多く動くと接着剤が均一に塗布されないし、ノズルとフィルターが接触して高価なフィルターが破損する危険性も高いです。ご覧のグラフはサーボとステップを同じ条件で10ミクロンアップ&ダウンした時のサーボとステップの応答を測定したものです。先のようにノズルがフィルターとの距離を維持しながらギャップコントロールしたのではなく、ここではサーボとステップの応答の違いを見るために固定された位置で10ミクロンをアップ&ダウンしました。グラフを見れば赤のグラフが AC サーボの応答です。10ミクロンのアップ&ダウン動作を行うとしたら、 AC サーボは同じ時間で3回をアップダウンします。もちろんゲイン調整がありますが、ゲインを上げるとオーバーシュートが発生してグラスが破損される可能性があります。ここでサーボがオーバーシュートなしに動かすにはゲインを上げられなくなり、結局応答が遅くなる結果となってアップ&ダウン動作を速くすることができません。これに比べてイージーサーボは同じ時間にアップダウンをオーバーシュートなしで9回します。イージーサーボを使えば装置の速度が計算的に3倍アップするという意味です。例えば接着剤を塗布する速度を 100mpsec とすると、1秒の間 100mm 移動であり、サーボを使うとギャップコントロール、つまりアップ&ダウンを3回するので補正するポイントが 33.3mm ごとになります。しかしイージーサーボは同じ時間でこのアップ&ダウンを9回するので 33.3mm の間にも3回ずつアップ&ダウンをもっとできるということです。同じ 100mm の間でもサーボを使えばオーバーシュートをなくした応答のせいで、今のように遅い応答でとびとびに補正をすることです。もしこの間にまたグラスが曲がったポイントがあれば、ギャップ補正のために応答がより遅くなるでしょう。では
この速度を 300mps、すなわちディスペンシング速度を3倍に上げるとどうなるのでしょう。イジーサーボはアップ&ダウンを9回するとしたため、結果としてサーボが3回した時の同じ位置を補正することになります。これが装置の速度が3倍アップになるという意味です。つまりモーター一つを変えることによって装置の速度を3倍に引き上げ、装置の生産性を3倍まで引き上げたということです。つまり装置によってモーターをよく選択すると、イージーサーボが AC サーボよりも高い性能を出すことができるアプリケーションがたくさんあるということです。次の適用事例として小型アクチュエータをご紹介いたします。小型アクチュエータの場合、ステップモーターのメリットである高速で短い距離を移動する高速単ピンチモーションが多く、サーボの代わりにイージーサーボを適用しても十分であるため、低コスト的にも魅力がある市場です。先に見たように、小型アクチュエータの場合には移動距離が短いため、AC サーボの高いトルクを使用することができず、目標位置でハンチングしない特性を持つステップモーターのメリットを生かすことができるアプリケーションです。なので、過去にはほとんどの顧客が AC サーボを使用しましたが、ステップモーターのメリットを分かるようになったたくさんの韓国顧客が今はイージーサーボを使用しております。最後に、小型精密ステージにイージーサーボが適用された事例をご紹介します。カメラモジュールアラインメント装置に使用される日本の駿河精機のゴニオステージです。イージーサーボが適用されたことを確認できます。次に、韓国の小型精密ステージにもイージーサーボが適用されました。最後に、台湾の小型精密ステージにもイージーサーボが適用されました。ご覧のように、装置によってモーターをうまく選択するならば、多くのアプリケーションに5小モーターや他社のクローズドループステッピングモーター、そして AC サーボの代わりにエジサーボが適用されることがあります。ファステクホームページ www.fastecmotions.com でカタログ、マニュアル、図面などの製品関連資料をダウンロードし、デモビデオやウェビナーを見ることができます。また YouTube でファステクを検索すると約100件のデモ映像とウェビナー映像を見ることができます。ありがとうございます。